皆さんこんにちは、ストリートファイター5プロデューサーの松本です。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、毎年10月は乳がん啓発月間です。それを支援するためについ、先日ストリートファイター5からチュンリーとリュウのチャリティーコスチュームをリリースいたしました。これらのチャリティーコスチュームの販売収益はすべて乳がん研究基金 BCRF さんに寄付いたします。すでにたくさんの方にコスチュームの購入であったり、ウェブサイトの募金を通じてこのプロジェクトをサポートしていただいております。この場を借りてお礼申し上げます。皆様のサポート本当にありがとうございます。 BCRF は乳がんおよび転移性乳がんに関する世界最大の独立非営利団体で、今年は14カ国の主要な医療機関や学術機関に所属する約250名の科学者の研究に資金を提供しています。今後乳がんの研究のために、我々のなりの形で協力できることを、すごく光栄に思っています。チュンリーとリュウの BCRF チャリティーコスチュームはセットまた単品での購入が可能です。販売期間は11月13日までとなっております。 BCRF コスチュームの購入以外にも直接寄付をご希望の方はこちらの URL からアクセスしてください。乳がんは世界中の女性に最も多いがんであることから、 BCRF の取り組みの重要性をより多くの皆さんに知ってもらえたらと思ってます。我々ストリートファイターチーム一同は BCRF の活動に貢献して寄付をしてくださったコミュニティの皆さんに深く感謝しています。 BCRF の使命は乳がん撲滅のために世界で最も有望な研究を推進することです。 BCRF についての詳しい情報は BCRF の公式サイトをご覧ください。ではお体に気をつけてまたお会いいたしましょう。プレイステーション。